か言わないと。いや確認するだけでいい、目視で。車の前なんかおらんか、そうそうそう、して後ろ、はい、して乗り込めばいい。シートベルト。あとは敷地内で線でよかったろ。ここは敷地内で線でいいけど。変な回り方してよ。もうちょっと直角に行って、直角って。なんでそのえらい切ったと。なんでのくちゃいと思ってた。いい感じになってきた感じはするけどね。ここに行ってみるね。
ってからすぐ合わせないよ、それ。直行だけね、今直行、直行っていうのは10キロ以下だろ、全然減速しとらんでしょ。原則ね、今のところね、助走、助行、雨で保ったコンスティックというかね、雨で捨てられない時はね、もちろん止まりゃ、うん、
合図をする。決めてから入れたらいいよ。どっかそのほらパネルがついてるようなところに。あそこに入れたっすよね。ゴミ捨て注意って書いてあるところ。現金か、ゴミ捨て現金。そこね。まず違う違う、まず攻めてまっすぐ、このあれだよ、90度だよ。やんのきても全く、まずこうまっすぐで、こんだけ来たら遠すぎるでしょ。山からとってその感覚が、うん、まずまっすぐバックです。下に一回先手下でない、それさまた一緒でしょ、さっきと。まっすぐ対攻めて、うん、この車はまっすぐにっていう。で、小岩入れなんてよ、今小岩になるようでしょ、ね、ずっとバックでずっとまっすぐ、バックでまっすぐ行く練習はしてる。とにかく左右のミラー見ながらって。車庫に入ったけどはいかんというよ。車庫に入ったでしょ。左右が見たらそっちに寄りすぎちゃってわかるでしょ。それは真ん中は行くようにハンドルはそうじゃない。違う違う、反対でハンドルの切り方が今の
まだまだまだ戻さん、まだ戻さんって。まだ左に切る。そしてこのくらいから徐々に戻す。今がまっすぐでしょ。まっすぐに来た時これまっすぐ。ちょっとこっちに寄ってきよると。まっすぐじゃないね。ん？でもちゃんとあの輪止めまで行かないよ。置いたところのところに止めようかね。いやいやいや、それは無理。じゃあ、あそこで1個って外したところだよ。真横じゃなくてね。シートベルトって。最初のどっちに切るかが分かってないでしょ。ハンドルがこっちに行くんだけど左に切るでしょ。全然切り方が足らんって思わん。ガーッと切らないか。いつも最初から何か切らんでか、ただ前に行くだけでしょ。で左に。まだ。なんで反対にきっとねて切る必要がないでしょう。必ず右に左に切ってから。今のままさっこにいるってよ。今度は切りすぎて元に戻さんと。だけど右に切ってよかった。
右に寄せたら右手、なんでまた左に切っとねってそこで。何回も言うようにする枠の右と左の間隔が真ん中に来たら元に戻すみたいな。タイヤは入れんで、下に一回入れないで、こうだけでいいんですね。車がまっすぐになってから元に戻すって何回も言うけど、うん、ハンドルはどっちにも切らんでよからそのまままっすぐ行けばいいんじゃないと。一回ぐるって後ろまで行けば言いたいちょっとでそのまあここで何回も切り返さんで、ハンドルで微調整しながらよ。ミラーのやつはまずそこでミラーって書いてあったよ、近くの十字キーがあるって。その先、その先、そうそうそう、それはちょっと押してみて、右でも下下十字キーって言って引き合わせて。っていうかこうすると見えんってことは下だろうだけ、こっち持ってそれば今 R になっとったら L に入れて、 L は1回押して L は押して、そうそうそう、そして同じように調整して十字キーで調整よ。もうちょっとこっちにやったんじゃない左押したらいいんじゃない。そこから見て車の間隔は右と左と同じぐらいに映っとるね。ああ、なるよ。だけどその車の間隔は一緒ね。今ね。R にして、して下って。前までグーッと
この時に右と左の間隔はまっすぐになることって、そしたらあとはまっすぐ入れりゃいいんだっけ。だけどそっちに寄らないかんでしょ。だけど前にここはなんで切らないかんわけ。斜めに前に右前に曲がったまんまでしょ。またグッてここでまっすぐにすればいいわけだよ。なさ右と左はずっとミラーは見てから真ん中の感覚に行かないかんって言ってたよ。大丈夫。全然違う。左にその迷わんでいつも毎回ハンドルを切るときに右に切ったり左に切ったりしてから、これ今見てこれ今明らかに左に寄っとると真ん中あんなこれそのまま下がってる、まずもうちょっと右に切って、じゃあ切ってて一回まず真ん中がどこか分かっとらんでしょ、ハンドルのこれ、うん、でもうちょっと右に切って、あと半周切ったところが真ん中よ。これが今真ん中よ、タイヤがまっすぐよ。今最後はやっぱもうちょっとゆっくりね。じゃああと最後一件入れて終わろうかね。こっち行ってみて、左に。左この間に入れればね、この間黒と黄の間。あっちでしょ。いやここでよかったよ。いや、だけどないとわからんでしょ、感覚は。この真ん中ね。この時に右と左の感覚は見てから、ちょうどどっちに切ればいいかってこと。黒い車の方に寄ったでしょ。一回出直したがいい、これ危ない。まだどっちに切っていいか分かっとらんわけね、ハンドルが。右に寄らせなんでしょ、今これから行ったら、うん、っていうことは右にハンドルはグーって切らないかんって何回も言うでしょ。右に行くとだっけ、バックに入れてからって。ゆっくり線でガーッて切らないかんって。なんで左に切るよっと。当たるよ当たるよ、こっち分からんと。右に行くなら右に切らないよと俺も言ったでしょ。でそこはゆっくり切らないガーッて切らないかんって言って、またもうなんで戻しよっと。もう入らんたよ。まだグーッて行かないかんでしょ。こうなピンクのとこは言うとね、違う真ん中って3台間があったよ。そこの真ん中に入れるならまだ右だろって。
分右に切っちゃ一回左に切るけんおかしいなっとったよ。右に行くとだけ右にガーッ右だけに切ればよかったよ。何回も言うけど、でまたほら左に切るやろ。なんで左に切ったにね。だけど平行に切るのはもっとこうグーってこう切らないかんかったでしょ。今でこれで平行ぐらいでしょ。あとだけまっすぐ入れればよかった。停止はちょっとやってみて。停止、車を止めるとき、これ今入りました。はい、降りるとき、まずパーキング、で電源を切る。今停止です。OK。じゃあもう一回やってみて。じゃあもう最後そこでぐるっとあそこのとこまで戻って、うん、30分経ったけん40分ぐらいしたろ。違うよ、充電源パワーバー入れてからよ。パワーあったい。もうちょっとこっち見らんな。右左ば。合図忘れ。右に行くときはね。
でもいいよ。大丈夫大丈夫、斜めに入れてこうって。大丈夫大丈夫、コンって来るんでしょ。どっちに入れる、まずこっちに入れる。それは何もどこにもならんのって。どっちも左だろ。左に行くなら左に切らないかんって言って当たるよ。これ当たるよ。もう一回右に切って左。さっきはなんかよ、もじゃあ、ま、これピンになっとるでしょ。まっすぐ出てこの時に感覚を見らないかって、右と左の今どの辺まで行きよった。どこに見るんですか。そこの、そっちの、こっち側またほら、ここで切らんとは、なんで切らんとかね。ここは切りすぎ、切りすぎ。からってだけ俺が言ったら右と左の感覚ば見てどっちに今行きたいのか。自分がまっすぐじゃないでしょ。右でしょ。まだまだ右に寄らなんど。来たよ左から。 そのまま下がんなせ、入れなせ、バックで入れなせ。ちょっと当たらんようにするにはどっちに行かないのと。今の場合は右に行かなんでしょ。右に行かなら右に切らんなんだって。いや、そう、どっちか入れてからせた。なんでそう、まっすぐ右に行くっていうことはバックに入れて右だろって。またなんでそこで戻すとさ、必ず、うん、そして戻していいよ。この時はまっすぐ立って、まっすぐ出てからこれの線と平行に戻せばいいって。右に切るでしょ、それ。うん、だけどマスクグーって出らないかんって言って、毎回そのチコチコ出るけんかん。なんでそこにすると、ここにまっすぐに線とまっすぐに入れないよって俺は言ってた。右に寄りすぎとるけ、左でいいだろ。タイプの場合は今度は切りすぎだろ。そら何回も言って、元に右と左の感覚がまっすぐに来たら元に戻してって言って。いけるよこのまま左で、左に切ったら。じゃあこのまままっすぐ出てからまっすぐ戻って、微調整しながら。まっすぐって言ってから、なんでその右に来て、なんで左に来るよって。これもまっすぐしようって思うよ。
だけど今左に曲がったでしょ、それハンドルが。だけどもうすぐしたいけど。だけどその右に戻すとあるんだ。まだぐっと戻さんな。これでまっすぐよ、これで、ここで。何回も言うけど。何回も聞いてもわからん。うん、まっすぐ、まだ、まだ切らんでいいって。切らんでいいってなんも。で、今まっすぐ入ったけど、今ここで左行ったよ。左に寄らんなんでしょ。車が今、線よりも左側に曲がっとってたら分かっとった。うん、分かった。で、このまま元に戻せばいけるの。そこはだけ調整せなんて、そこで今で。だけどこの場合はどっちに切らなんと。右に切るんでしょ。右に切ら切りよらんたい。今度は左に切ろうとしよった。だけど右に切らんかったけんた今。まあもうこれでこれもうちょっとまっすぐしとったよ。まっすぐなったら元に戻すね、大体。で右に戻しようっていう感じなんですよ。右に戻すって。なんでよ。左にもう左にも寄っとるでしょ。さらに左に切ると。でだけ右に切ってよかって最後にもだけ右にずっと切ってよ。右に。右に切ってというとき切るよらんた。右にハンドルを回してください。もうしよった。もうちょっと前まっすぐ出てから。だけどここは嫌って。だけどもうそがんこと言わんでから、もう早く言って。線と平行にいかんと。もうそのまま もう下がってよかい。まっすぐまっすぐまっすぐ下がって、ここで右手。じゃあ右にまだよかった。これでまっすぐでしょね。したらまっすぐハンドルは戻して。ちょっと今どっちにハンドルは切っとる。今タイヤはどっち向いてる。タイヤは今見て、まあ、どっちも向いてる。そこ、まあ、窓から顔出してから。今右向いとるでしょうが、それをまっすぐ戻すにはタイヤハンドルは違う違う。ハンドルはだけまっすぐ戻すにはどっちにも切らんなんとねって。今右に切っとるとったよ、ハンドルは。
左だ。そうだ。じゃあバックに出てからね。だけどそれまっすぐ戻してらんけんってあと一周でしょ。もう一回そのまんまもうちょっと下がってじゃん。これで。うん。乗っとく？うん。行く？